作ってきました。ありがとうございます。ちょっと息が派手ですね。これ一つ大変、はい、あの今年の V3、 あ持ってますこれ。いや、あの V3 今日 V3 のチャンピオンになったから。ありがとうございます。はい、ちょっと色を変えて赤でもうかぶりますか。そうだね、今かぶってもらう。そうだね、はい、チャンピオンおめでとうございます。おめでとうございます。おー、 V3 のヘルメットです。アゲラさんおめでとうございます。ありがとうございます。持って持って持って持ちます持って無理無理持ってきましょう。あ、大丈夫。はい、大丈夫。はい、ありがとうございました。相当苦しい勝利だったね。そうですね、思い通りにはいかなかったので、うんうんうん、ちょっと自分の理想する、うん、スタイルに持ち込んで勝つことができなかったんで、うん、本当は逃げたかったですよね。逃げたかったですね、うん、やっぱりちょっと調子だった。いや、調子は今の時点では最高潮だったんで、うん、はい、うん、まあ、5月末まで時間がないので帰ってすぐ準備してやらないと、ちょっとその先がない。確実に勝てる方法を選んだ。そういうことではない。そうですね、最後の2周ぐらい、うん、結構逃げ集団のペースがいつになく良かったんで、うん、はい、うん、ちょっとですね、風も出てきて、うん、飛び出す予定だったんですけど、うん、タイミング見失って。明神選手とスプリント勝負になれば勝てると思ったわけですか。あと横峯さんのことで、スプリント勝負になれば誰にも負ける気がしなかったので、うんうん、なるほど。まあ、自分の理想の勝ち方をしたかったので、うん、はい、うん、何も喜んでられない結果です。うん3連覇というのはどうでしょう。3連覇は当然ですし、うん、当然、まあ、前の女王の木選手は、うん、チェタガチが11連覇ですし、うんうんうん、勝ち方も、うん、強い勝ち方だったんで、うん、はい、うん、それは超えたいなと思うので、うん、もっと出直していきます。うん、なるほど。オリンピックについては、オリンピックは今、うん、そうですね、五分五分というか、うん、まだ不確実で、うん、5月に結構順位が入れ替わるので、うん、それでどうなるか分からない。だから、うん、あと最低でも、うん、ここで10ポイント取って、うん、あと10ポイントぐらいは、うん、取っておきたい、うん、そしたら、うん、確実に1つ枠は、うん、入ってくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、本当に5月31日で締め切って、その後の試合の決定まで分からないので、うんうん、次はレースはどこに出るよって決まれば中国の UCI のレースに参加することができるので、うんうんうん、そこでポイントを、はい、うん、絶対に取ると思います。まあ、そのためにもでも、今回は結果何やのも優勝しなければしょうがなかったですね。そうそうそう、最低で優勝なんですけど、仕方に問題がありました。でも嬉しいよね。ああ、うん、みんな最後まで努力させてしまって申し訳ないんです。はい、まあ、はい、まあ、おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。